はい、ということで始まりました社交ですチャンネル、いつもご視聴本当にありがとうございます。おはようございます、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。神と人間の博士、その名も社交です。今回なんですけどもね、米健さんのレモンという曲あるじゃないですか。レモン、そちらをね、歌詞をすべて神と人間のハーフ、その名もシャカデースで歌い切るみたいな。やっぱりね、歌い切れてしまったし、すごいね、ええやんと。全国のみんながね、カラオケで真似してくれてるっていうのもね、すごいメッセージいただくんでね、これね、何か他の歌でもできるんじゃないかなって僕ね、探しました。探したらね、歌えそうな曲とかね、いい曲があったんですよ。確かね、英語なんですよ。レッド・イット・ゴーっていう歌があるんですよ。カラオケにも入ってるんで、多分知ってる方多いのかなって多分思うんですけどもね、やら隠れた名曲ですよ、本当に。英歌屋があったんで、今回は、レッド・イット・ゴーっていうこの曲を、神と人間のハーフ、その名もシャカデースで歌い切れるのかっていうのをやってみたいと思います。行ってみましょう、レッド・イット・ゴー。人人間のハーフ、その名もシャカデース。神と人間のハーフ、その名もシャカデース。どうやったらもうちょっとうまくわからんやろ。じゃあ次練習で一緒に歌いながら。あ、一緒やりますか。じゃあピョンピョンピョン。神と人間のハーフ、その名もシャカデース。神と人間のハーフ、その名もシャカデース。神と人間のハーフ、その名もシャカデース。行きますか。はい、お願いします。神と人間のハーフ、その名もシャカです。神と人間のハーフ、その名もシャカです。神と人間のハーフ、ハーフ、その名もシャカです。神と人間のハーフ、その名もシャカです。神と人間のハーフ、その名もシャカです。もう寒くないわ。神と人間のハーフ、その名もシャカです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 。少しも寒くないわ。はい、ということでいかがだったでしょうか。僕がね、そもそもこのレッド・イット・ゴーっていうのはね、得意ではないから、そこも原因かなとやっぱ思っております。今ワンフレーズだけ歌ってよってあれだったら多分歌えると思うんですよ。例えば一番盛り上がるとこで、神と人間のハーフ、その名もシャカです、でここ歌えるんですよ。それも歌えてない。歌えてない。松本幸四郎さん、本当に申し訳ございませんでした。神田正輝さんも大変申し訳ございませんでした。この動画が良かったと思いましたら、高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok でもね、いろんな情報発信してるんで、皆様よかったらコメントください。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようならです。
シャカディス。シャカリキ、シャカシャカシャカデス。シャカディス。お姫様たちよろしく。よろしくディス。シャカリキ、シャカシャカシャカデス。シャカディス。あなたと未来仕上げてゆきたい。シャカリキ、シャカシャカシャカデス。シャカディス。寝る前いつもよろしく。どうもディス。シャカリキ、シャカシャカシャカデス。さよならディス。あなたと未来仕上げてゆきたい。シャクディー。